江川は、埼玉県河野須市、北本市及び、桶川市、上尾市を流れる荒川水系の一級河川、荒川の支流である、江川用排水路とも呼ばれる、埼玉県河野須市に源を発し南へ流れる、いくつもの小排水路と合流して、次第に流量を増しながら、北本市市街地西部、桶川市の大宮台地を侵食した解析国に沿って流れ、 上尾市との境界付近で荒川佐賀に合流する。大宮大地を挟み、南北に並行して、西側に石川川が流れている。流域は主に水田地域で、埼玉県道33号東松山、桶川線より、上流域は住宅地となっている。大雨で河川が氾濫した際は、下流域を中心に冠水し、埼玉県道12号川越栗橋線などが、 通行止めになり、地域が数日間分断されることがある。流域の標高は8.1から9.4メートルの低地で、もともとは荒川の有水地的な場所の湿地帯であった。埋め立てなどの土地改良が行われている。中流部には関東最大級の集落規模となっているデイのため遺跡が所在する。上尾道路橋梁より望む江川沿いに広がる湿地。江川の下流域は、 豊かな自然環境が残された地域であり、大高や桜草をはじめとした湿地性の希少な動植物が生息、生育している。上流から橋は多くあるが、名称のついたものは少ない。AB 荒川水系荒川ガ岩ブロック河川整備、計画フス P31 埼玉県、2006年、2015年8月25日、閲覧。AB、洪水ハザードマップ。 桶川市役所。2017年10月25日閲覧。北本市高尾付近より、北は、安居となっている。2、江川流域の抱える課題 P1 桶川市役所。2017年10月25日閲覧。埼玉県管理道路通行規制箇所一覧。埼玉県。2017年10月25日閲覧。2、江川流域の抱える課題 P2 桶川市役所。 2017年10月25日閲覧。ありがとうございます。